こんにちは、ピンクサンデーです、ついにこの日が来てしまいました、午前中にですね、島本先生とねお茶をしてたらですね、いつ出てくれんだって僕は言ったらですね、今日出てもいいよってことになったので緊急、初登場ということで、今夜はですね島本先生を招いてですね、いろんな話したいと思います、あと基本的にやろうと思っていた中田のあっちゃんどうなのって話も一応ちょっと参加してもらって一緒に話そうかなと思ってるのと、もう一つ重要な事件が起こってしまいました。一つそれはM さんの話なんですけど、その話も、後半、盛り上がっていこうと思いますので、今日は緊急生放送ということで、ヤングさんでスタート。生産性のない部活動がいつか誰かのために光るといいのにな。前とは違う形で会えた日を思ってる。ゆんたく徒歩一分くらい。半年やってまいりましたけども、はい、計算までこんな風になると思ってなかったんです、はい、人生何があるか分かりませんな。はい、ということで、初登場、ご紹介いたしましょう。はい、漫画家、島本和彦先生です。いや、みんな、俺が島本和彦だ。よろしく。現役かっけーな。カメラカメラが重たよ。さすがだわ。ということで、ねえ、本当にいらしていただいて、ね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやいや、急に申し訳ありません。いやいや、とんでもないです。本当に嬉しいです。なんか、あれですよね、去年の終わりとか 年始ぐらいですかね。そう、島本先生とちょっとなんかいろいろね連絡があって、謎の着信があって、謎の着信、知らない番号で、はい、誰なんだろう誰なんだろう、オレオレ詐欺みたいなね。そうそうそう。で、結構いろんな番号でかかってくる。いろんな番号でかかってくるの。一つの番号じゃなかった。ほうほう。それである時出たら島本ですっていう。びっくりしました。それびっくりするわ。ちなみにお二人は面識はあったんですか。あのコミケが最初です。コミケの時かな。数分間しか喋ってないですね。あの時ね、もう何年前、6年ぐらい前ですか。だいぶ前だよ。2010初めて我々がコミケというものに、参加させていただいて、うちのファミリーから募集した漫画を同人誌にしました。はい、全部みんなのね。そう、みんなの漫画を我々が売ると。でそれで、まあ、あったけどね。そこで下野先生もブス出してるぞってなって、うん、会いに行こうぜって出演交渉しようってレイさんがもうイキリ立って行って、うんうん、今ちょっと忙しいからって普通に断られた。そんなこともありましたな。ありましたが、もうだから 5年6年越しの夢が叶ったわけですよ。本当に。いや、私もこの YouTube を見てたんですけど、ありがとうございます。山田さんキャラが濃いから被るなと思って。被りますと、うん、嘘でしょ。同じタイプだなと思ったんで、はい、同じタイプが画面に2人いるとどっちか殺し合うなと思ったんで、うんうん、はい、まあ
距離を置いておいた方がいいねかなと思ってた。お互い幸せかなと、うん、そうなんだ、うん、じゃあ今日は食い合っていただきましょう。そうなるね。ね、そうなる、うん、青い炎同士がね。そう、青い炎同士が。いや俺結構だから失礼なこと言っちゃったんだよ放送で。あら、うん、そうなんですか。あの同じ担当だったから、あの小学館の担当で、はい、それでまあその青い炎では俺は、うん、あのいろんなやつに乗り越えられていったみたいなこと書いてるけど、いや結果的にあんたが俺を乗り越えたんだろうっていう、同じ担当編集者で同じ時期に漫画スタートして、俺の方のアリエネは静かにいなくなって、ものすごい大ブームだったし、あの頃の青い炎は。青い炎はドラマになった時ちょっと盛り上がったんだけど、はいはい、あのその前に絶望に効く薬をやってたじゃないですか。あんな立派な単行本出してもらってさ、なんか俺はもう絶望してるみたいなさ、カッコつけて最初1巻ぐらい書いてて、その後はなんかちょっと絶望に効く薬が売れてきたんで調子に乗って、はい、あのね、富野義行さんとかもうお前絶望してないだろうっていう話があったよね。ありましたね、うん、はい、それでもその連載ずっと続けてて、周りから見たら、はい、あの人にインタビューして自分で何にもストーリー考えないでインタビュー結果だけを作品にするなんて楽なやり方で儲け上がって、こいつほんと羨ましいなと。あの時私本当に売れてない時だったんで、山田さん言われてますよ、山田さん羨ましいなと思った。もう小学館に可愛がられやがって、はいはい、うん、その数年後私もやっと小学館に復帰することができたんだけど、そうなんですね、自分が先にいい思いをしてやがるのに、うん、私が青い炎でちょっとねドラマになったら許せないっていうのは狭すぎ。やっとお前も来たんか、こっちの世界に。芸風一緒じゃないですか。いや、言って一緒だよ。違うから、悔しいんだよ、悔しいんだよ、それは。でも彼の絶望に効く薬の、はい、あの自画像ってかっこいいじゃん。かっこよくて横向いてフフッとか言ってかっこいいこと言うんだよね、うんうん、あ、もう自分を、もしもし炎くん、はい、自分を美化しすぎだよね。もしもし、あんたこれですよ。いいですか、これはもう何をやっても浮かび上がれない漫画家の超イケメンじゃないですか、石の森キャラで。しかも石の森キャラときたか。違う、ダメージを受けている。島尾先生が今ダメージを受けたのか。違うんですか。石の森キャラはもう脱してると思っていたが、君にはそう見えてる。以上、それすごい、それすごい褒めてんですよ。俺は嬉しかったんですから、あの石の森の絵をちゃんと引き継いで82年に登場っていうのは、僕らの世代はすごい嬉しかったんですよ。俺間違ってないと思うんだけど、もう言葉選ぶ石の森先生も傷つけないように言わなきゃいけない。そうなりますね、そうなりますね。どうなんですか、それってダメなん、嫌なんですか。何がですか。だって俺は引き継いでるように見えるんですよ。引き継いでますよ。ですよね。もうね、世の中で、はい、あの自分こそ石の森、自分こそ松本零士、いますね、もう、はい、あの尊敬してましたっていう漫画家たくさんいるんだけど、いますね、はい、ちょっと足をこう組んで腕組んで、はい、お前の絵似てねえだろ。お言ったなって。勝負するかみたいな感じですよ。009勝負してやろうかって感じ。うわ、見たい。受けてたぞ。いろんな人がやってほしい、うん、それで勝っても、はい、漫画家としてレベルが高いわけでは決してない。むしろ負ける方が勝ち。ダメだ。そんな石森先生と同じ009を書いていいのは石森プロの人だけ。シュガーサトさんだけ。そう、あの人早瀬正人さんだ け, さんだけ、うん、とか決まってんですよね。そう、決まってんです。はいはいはい、それは仕方がない。いや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 、僕が高校生だったんですよ、はい、時だから、あのスズメの描き方も含めて、あと擬音まで、はい、うん、構図もそうですけど、うん、もう80年代にはそれやっちゃいけないよってやつを言われた、あえてぶつけてきたのがすごいかっこよかったです。うーん、だってみんなニューウェーブとかで気取ってたじゃないですか、あの頃って。俺も気取ればよかった。いやいや、やめてくださいよ。やめてください。あの時が分岐点。40年前の反省ですか。あの時が分岐点だよね。なるほど。そうか、82年って40、もう40年前、前の生まれた年じゃん。だからオートモブームは来てんのよ、うん、70年代後半からだから、うん、あ、そうか、そうで、青い本に書いてありますけど、その70年代から、うん、そのおしゃれな連中がいっぱい出てくるんだけど、うん、シャンオさんは G ペンを捨てないのよ、そこがいいのよ。
クーじゃない。もう仕方ない。小学生の時から漫画、いやー、ああ、幼稚園の時から、幼稚園から。コマに割って漫画描いてるから、ほうほうほう。で、あの中学1年ぐらいの時に、はい、今から漫画を描き始めるやつに負けるわけにはいかんみたいなことを思ってた。俺でもキャリア上だぞ。そうそう。だけど、だけどその時描いてない人の方が、はい、そのニューウェーブに乗っかれた。わかります。なるほど。そうですね。もうなんだ。あの手塚治虫、石ノ森章太郎、まあ、よくね、あの時はチームが終わった、そうそうそう、もうあの人たちがいる限り新しいものは生み出せないって私の先輩の漫画家たちが言ってたじゃないですか。言ってました、言ってました。私もそう思ってましたけど、はいはいはい、ところがどっこい、はい、その後いろいろ新しいものが出てきてる、はいはい、大友だとか、そう、鳥山だとかの、あの高橋留美子だとか、高橋先生とかね、の、はい、乗れない、もう同じ年代でも高橋先生に影響されて変えてった人たちがいるのに、そうですね、変えれなかった。いや、よかったと思いますよ、うん、はい、倒すべきだって思っちゃったから、石森高橋留美子も、高橋留美子も倒す、倒すべき。いや、あの倒すシリーズで言えば、はい、足立満を倒すがあったじゃないですか。あれアシスタント言ってんすよ ね、 でもね、足立先生を倒すとは思ってない。え、なんでだろう、呼び出されちゃうから呼び出されちゃうんですか。あの、はい、もうジャンルが違います、足立先生と、うん、ああそうなんですか、はい、なんだろう、タッチがね連載してる時にちょうど同じ時期に連載してたわけですよね、はい、ちょっと待って、はい、あの時あれですよね、タッチとうるせえですよね、そうそうそう、柱が、はい、もう大人気でね、たまにさよなら三角が1位通るんですよ。でもああ原先生、はいはい、原先生ね、あの時はね分からなかったけど、はい、今見たらすごい技術を持ってるんですよ。あ、そうですか。そう、はい、もうあの時本当に私が原先生のことを認めて、うん、テクニックを入れてれば、はい、早いうちに売れる漫画家になったんですよ、はい、ラブコメの王道として。ラブコメだけじゃなくて、じゃないんですか、間なんですよね、間の取り方がすごく上手なんですよ、はい、原先生は。それが分からなかったの当時は、はいはい、私ね、青い炎に出てくる人は、うん、私が尊敬する人しか出してませんから、はい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 、で当時分からなかったから、はい、原秀則みたいなことを言わせてるけど、はい、今見ると、はい、お前ここで勉強すべきだったっていう、ここなんていうか反省点で言ってるんですね、あれ、はいはい、だその当時生きて、炎君が生きてるのは全部ね反省点。あ、そうなんですか。本当にそうです。原さんはね、あれ、あのさよなら三角ジャストミートの後に、はい、ヤングサンデー、あれ少年ビッグに行くんですよね、はい、で冬物語 で大ヒット飛ばして、はい、ヤングサンデーの柱ですよね、前半の、はい、それで大井龍馬と二大柱だったんですよね。おしゃれな絵を描かれてましたからね。そうですよね、素晴らしいね、そんな風に見てたんですか。そうですね、はあ、それが気がつかないんです昔はね、はいはいはい、うん、はいはい、一応あの今のね話、はい、じゃあちょっと聞きたいんですけど、うん、あのなんか今年ちょっとなんか気分が変わったっていうか、うん、あ、なんか新しいことやろうかなと思ったって話聞いたんですけど。そうですね、はいはい、いや去年、うん、あのテレビカメラが入ってですね、ね、まんべんっていう、はい、まんべん、はい、あの本当は8月に撮影するはずだったんだけど、うん、全部準備進めてきて、はい、さあ今日 NHK のスタッフ来るぞって時に、いろんな理由でドタキャンになって、うん、まあまあコロナとかも流行って、はいはい、ドタキャンになってガクッと来て、はい、なんだよってこのテンションどうすんだよって思って上げてたんですね。上げてたカメラ来るぞと思って、そう、はい、だから行き場のない、うん、そうだからそれのためにネームを丁寧に書いて NHK スタッフに見せて、あこれが来るんですねっていう風のちゃんときちっと準備をしてたのが、そのネームは番組こういう感じで進めるっていうネームなんですか。いや、そうじゃなくて、今回取り上げるあの連載作品の今回この回ですってやつですね。だからかなり早めに書いて、うん、絵もちゃんと分かるように綺麗に入れて、それを浦沢先生のとこ行って、はい、じゃあこのページとこのページを書いてるシーンを撮らせてもらえないかみたいな流れになってるはずなんですね、うんうんはいはい、それがキャンセルになって、ものすごくもう行き場がなくなって、はいはい、いやどうしようと思って、もう昔の、あのまんべんってね、はい、これね録画はしてたけど見てなかったんですよ、はいはい、なぜなら、はい、同業者がテレビに映る姿を、はい、こう見てられないの。めちゃくちゃわかります、うん、僕もそうです。
あの、なるほど、藤田和弘のところにカメラが行ってさ、行きましたね、すごいね藤田さんなんて言われてるのを見たら、ムキグサ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 藤田かジュビロさんが、ね、うん、って思うじゃない、はいはい、だからあの見ないようにしてたんですけど、はいはいはい、あの自分が出るって分かったら、はい、安心できて、はい、じゃあ見てやるから、はい、今まで録画してたのを、ね、あいつらよりもいいまんべんにしてやろうと思って見てたら、うん、おやおやってあの勉強になるぞこれ、うん、今ですか勉強になるぞってこれキャリア何年目ですかで、青池康子先生の、はい、なんか、はいはい、書いてる、はい、一人の下書きでキャラクターの主人公の顔を何回も何回も顎を描き直してるのを見て、ちょっと震えて、あ、これじゃなきゃダメなんだっていうのが一つ目、二つ目が押見修造さんの写真を見ながら描いている、まあ私も自分でそれやるんですけど、あの浦沢さんがあのかかとのあたりのこのシュッとしたところを描いてると気持ちいいよねって話をしてて、わからない、はい、そのかかとがシュッとして気持ちいいがわからなかったのにすごいびっくりしてはいはい、はい、まずい、まずいと思うんだ、そうまずいと思って、はい、ちょっとあのクロッキー始めなきゃいけないなと思って、今からですか、もう、いろんなことをその時見たものを、はい、そっから勉強し始めたんです、うわー、勉強し始めたのか、はい、であと今来ようとしてきたこの俺の机を、はい、NHK が来なかったから、はい、おそらく延期で次来るだろうから、それまでに全部作り直して、あの君たちが最初取材してた思ったことはもうないからなと何と戦ってんすか、幻の満遍があったもう、はい、そうそう、はい、ないからな、残念だったら、はい、もうあの時の俺はあの時だけなんだよ、そう、もう変わっちゃったからっていう形で同じところに止まってると思うなよ、こういうマウンティングなんだあの漫画通りだ、スタッフとちゃんと見えるような机だったのに、はい、4K テレビのモニターのでっかいのを前に据えてあのそれもまんべんで、はい、目の前の壁に設定を貼ってる先生がいて、はい、壁があるといいなと思って、でもここ壁がないから 4K テレビモニター置いちゃえって言って、はい、もうそれにあの画像を写すことによってそれを見ながら描くっていうのとか、さまざまなそのまんべんで得た知識を駆使してそうそう使って、島本さんだけでまんべんのねまんべんの総集編じゃないですか今までの島本和彦のやり方見たかったのにそう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 、もうないない残念だったらもう俺は同じところで止まってないぜ、ちょっといいですか、今ちょっと訪れしてるらしいんで一回一周直します、魔女様でした、ね、8月に、はい、コミケの準備もしてた、そうしてた、はい、しかも通常の仕事もちょっと多かった、はい、それを細かくスケジュール切って、はい、絶対1日でもずれたら終わりだっていうスケジュールを作って6月からやってきて、もう7月下旬か8月で来な、あ、8月上旬で来ないってことになって、俺の今までの確かにね、このパッションはね、どこに行ったらいいのやらね、もう力士がって感じで、どこまで行ったっけ、あの8月にあって、それがそのうわーってどこまでロス、満面ロスみたいな感じで、はいはいはい、途中で取り上げられたと、そう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 、なくなったと、そこまで聞きました、はい、ということで、はい、なんだろう、新しい自分になんなきゃいけないなと、え、そこからですか、そうでも、はい、だからその今まで満面に出た先生もね、本当に正直自分には絵の自信がないし、あの浦沢さんが来るって言っても何にも勉強になることありませんよって、ただ書くの早いだけですよぐらいだったの、はい、それがたった8、9、10、11、はい、こんだけの間で正直レベル上がっちゃったんです、はい、何して何してむっちゃ勉強しましたもん、正直大レベルなんだし、正直レベル上がっちゃった、さすがだ、今まで修行したことなかったやつみたいな、そうそうそう、いや本当に修行したことなかった、もうね怒ってたね、ちょっと何言ってんの、いやもう完璧すぎてんのに、持って生まれた素質だけで戦ってきたけどみたいな、それで あとなんだっけ、
年齢も60を超えたから、はい、もういいだろうと、今までの俺はいいだろう、はい、新しくなろうぜってことで、はい、まさに生まれ変わりですね、うん、冬のコミケでも出したんですけど、はい、生まれ変わった島本和彦の40周年記念本っていうのを出して、はい、何が生まれ変わったかっていうと、うん、やっぱり自分の今の漫画見てたら、今までの見てたら、うん、逃げてると、うん、こう逃げてるっていうのが分かったのは藤田和弘と、はい、NHK で勝負したことがあって、はいはい、なんていう連漫か、要するに一つのこういう、紙に自分でコマを割ってお互いに書いていって、はいはいはい、誰が一番魅力的なコマを書いたかって勝負だったんですよ、うんはいはい、でそれでお互い一コマずつ書いてって最後に私がパンチを出して相手を藤田キャラを殴るってシーンがあって、はい、このお互い必殺技を出させようみたいな感じで進んでたんだけど、もうそろそろ出さなきゃいけないから私が殴っちゃったの、はいはいはい、殴られたかったんだけど、はいはいはい、そしたら、うん、それをかっこよくふって笑って倒れる姿を藤田和弘が書いたら、控え室の審査員室からいやーって声が聞こえて、ちょっとやられたなと思ったんですよで最後に、はい、それを一応私なりに、はい、中和するような絵を描いたんだけど、うん、私の考え方っていうのは、今まで見てきた流れを描いちゃいけないってずっと思ってたから、うん、斜に構えて、うん、ベタな流れをしつつ最後ひっくり返すっていうパターンが、はいはい、オリジナリティだと思った、はい、ところがその藤田和弘の描いたベタベタなかっこいい絵でキャーって言ってる、うん、しかも審査員全員藤田あげたから、はい、その時の衝撃といったら、はい、ライムスター歌丸さんが私のファンだって言ってるのに、はい、藤田側にあげてた、はい、君だけは分かってくれるの歌丸俺ね、君だけは深読みしてくれると信じてた、はい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 、やってますからね、ずっとラジオで、ね、はい、そっか、はい、もうね、はい、心から衝撃を受けてしまって、はい、ものすごい落ち込んだんですよで、まあ、負けたから落ち込むっていうよりは、はい、今までの自分が間違ってたんだって思っちゃって、はい、それで、その一泊してそのホテルに泊まって藤田さんが私に対してちょっと哀れみの電話をかけてきて、哀れみかな、友情、うん、島本さん、あんまり落ち込まないでくださいと、ちょっと今日会いましょうか、池袋来てくださいと、池袋に行ったの、はいはい、そしたらこの前ね、編集さんが、はい、うちのスタッフと私をね、なんだっけあれ、メイドカフェに連れてくれたんですよ、そこに行きましょうかって言って、藤田と私が連れ立ってメイドカフェ行くの、何して池袋の、はい、めちゃめちゃ面白い絵面ですね、はいはい、メイドカフェ行くでしょ、はい、で座るでしょ、はい、で私メイドカフェ行ったことないでしょ、そうでしょうね、で知らんけど座るでしょ、はい、そしたら、はい、可愛い女の子が来てですね、はい、このお店のルールを説明してしますっていうの、はい、そしたら、うん、藤田さんが、うん、俺たち今から漫画の話するから、うん、君たち来ないでくれないかって、うん、何行かなくてもいいじゃないもう分かんないだろうな、カラクリだな、カラクリサーカスだな、これすごい困ってんですよ、はい、そりゃ そうですよ、その小鳥って女の子が困ってるわけですよ、はいはいはい、小鳥ちゃんが、小鳥ちゃん見てるかもしれない、それで、どうやる、でもちょっと待ってよって藤田さん、はい、彼女たちの仕事があるから一応聞こうぜって言って、はいはい、じゃあ ここはちょっとこっからあんまり覚えてないんだけど、学校かなんかで、森の学校かなんかでいろんな人が動物がいますみたいな話をするわけですよ、動物の森だったんですね、うん、でその時に藤田さんの目を見たら、はい、すっごい光ってて、はい、どう光ってるかっていうと、はいはい、その設定に穴がないかどうか俺が確認してやろうみたいな感じなんだよ、どういうこと、怖いな、楽しんでくれ、怖いな、もうね、編集者みたいな顔で見てる、はいはい、うわー言わないで、何も言わないで藤田って感じなんだよ穴きっとあるから、その設定にはところが可愛いんだから、と
ところどころね、それはどうしてなのとかって言うんだよね。聞いちゃった。それはどう聞いちゃった。もう、私のネームを見るときも藤田さんは、これはどうしてこうなんですか下尾さんって言ってくるよね。え、そういう方なんですか藤田さん。あのね、結構リズメなんですね。新人のネームを見るじゃないですか、はいはい、で私はもう私に見せた以上私の答えを言うしかないから、うん、あこれは私はこう思うって言っちゃうの、はい、でも藤田さんは相手をすごく尊重してて、はい、自分の答えは一切言わないで、はい、なぜこう思ったのとか、はい、なぜこうなのって質問なんだよね、はい、うん、はいいですね、はい、うん、だからね、うん、そこが違ってて、うん、私もなんか中途半端な短編読み切り出したら、もう藤田さんが電話かかってきて、電話かかってくるんだ。短編読みましたよ。あれはどういうことなんですか。担当編集者だ。めちゃくちゃいい友情ですね。すんませんって感じで、ごめんな。謝る。考えてないんだよみたいな。あれはニュアンス。あれはニュアンス。いやそういう感じでかなり話があちこちめちゃくちゃ面白いですね。それで、あの藤田に負けて、はい、すごい反省して俺は今からベタをやるぞっていうことになって、はいはい、G ガンダムの連載してて、はいはい、まあ基本的にアニメの原作はあるんですけど、はい、ラストをその時から意識して、うんうん、感動もうね、車に構えた、はい、奇抜なラストではなく、はい、もう王道を言って泣かせるとはどういうものなのかを今からやろうと思って、はい、恥ずかしいと思ってたセリフをどんどんやり始めたんですよ、はい、でその結果その3つぐらい それから後の G ガンダムは自分で読んで泣く回ができたんです。あれはちょっと嬉しかった。それはすごい。印刷ガンダムエースが送られてきて読んで泣いてんだよね、うん、自分でチボデーの回なんだけど、はい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 、ランタオ島でチボデーとやった回なんか、はいはい、ん素晴らしいと思って俺自分に感動した。東京都在住の森川丈司さんから、はい、G ガンダムの漫画読んでますって伝えてくださいと。森川さん元気ですか。今望みLINEが来たの。一応まあ、はい、まあ下尾先生いらっしゃいますっていうね、はい、森川さんのそうそう読んでるみたいです。ね、はい、ごめんなさいね、昔ね20巻ぐらいまでは買って読んでたんだけど一回止まったの。あ、初めの一歩の話。そう、初めの一歩、はい、それが最近なんかビッコマかなんかで、あ、そうですね、無料で読めるとか言って、ね、全然無料でなんか読めやしね、はい、5話ぐらい読んだらもう時間待つの経つのまでとかさ、課金しろとかいろんなハードルがね、うん、はい、あ、今なんか具体名出してまずかった、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、でもうあーとか思って、はい、電子で、はい、もう十中、はい、おで電子ですね、やっちゃいまして、やっちゃいました。今80巻まで行きました。いやー結構来てるよ。半分超えましたね。超えましたね。60巻まで読んだ時に奥付け見たら2000年って書いてあって、はい、うわまだ23年くらいだと思って確かにそれ考えるとすごいスパンだ。書いてる人がすごい、うん、すごい、本当にすごい。でもね、20巻でやめて間違ってた。あそこからだった面白いの、うん、初めの一歩は、初めの一歩素晴らしいです、うん、俺ね、だから今回森川さんが G ガンダム見て的確なことを言ってるじゃないですか。そうですね、社会現象になりましたからね、うん、はいはい、私見てて、はい、見てたんだ。同じ思ったこと同じこと言ってるけど、はい、私は一切それにちゃちゃを入れたり、はい、ネタバレをしたりしないように黙って静観してたんですけど、はい、うん、ちょっと待って、そうそう、一言言いたかったのは、はい、あなたは私と同じように梶原一騎で育った世代だから、うん、意見が同じですね、うん、みたいなことを、うんうんうん、だから G ガンダムの基本ストーリーって、うん、梶原一騎ではない、はい、あれでできてるんですよ、はいはいはい、だからちょっとこうもやってするんですよ、はいはいはい、それを私の漫画では、はい、梶原一騎にしてるんですね。そうそうそう、はいはい、そっちに近づくように頑張ってるんですけど、はい、その梶原一騎さんメソッドっていうのがあって、はいはい、
あるのかな。ありますよね、斜めはないんですよね、うん、それを初めの一歩を読むと、はい、あこの人はだったちゃんと分かってる、分かってると、ジョージ分かってると、すげえなーと、はい、いやあの人はすごいですよ、やっぱり、うん、感動してしまいました。もう普通のことを書いているシーンなのに泣けてくるんですよね、はいはいはい、だからもう私も車に構えた俺の新しく考えた、はい、ものはもういいや、普通に泣きたい60を超えてついにまあいろいろあっちこっち飛んだけど、結論として40、うん、そう60超えて思ったのが、うん、はい、普通に見たかったものを書こう、はい、おー素晴らしい、素晴らしい、感動する、感動するわ、うん、だから今まで自分が書いた単行本で読み直して、ここをこうすればよかったのにっていうのを、去年の冬の薄い本で40周年記念本で書いたんですよ、うん、40年一筆ってタイトルでね、あのダスマルっていうね、あのあれで買えますから、買えますよ、買えますよ、楽天ショップでやってますから、はい、私が、はいはいはい、楽天ショップで買えます、はい、どういうことかっていうと、はい、例えば炎の転校生だったら、はい、炎の転校生はこっち置いとこう、はい、それはちょっと読んだ人が面白がってくれればいいから、はい、すごくすごいいいシーンなんで、はい、スカルマンをやった時に、はい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 、スカルマンを、はい、ピンチになった時、蜂女が助けてくれるんですよ、はいはい、で蜂女はカメレオンと戦って溶けて死んじゃうんですよ、はい、で助けてもらったスカルマンは、俺を助けてくれたのに何もできなかったって言って、溶けたその蜂女に向かって、うん、俺は何もできなかったって言うんだけど、はい、それ最近読んでがっかりして、私自分で、はい、自分で書いたの、そう、なんでや、その女性が命をかけて自分の命を救ってくれた女の人が、うん、死にそうになってるのに何もできなかったってないだろうと、うんうんうん、もうね、行って抱きしめてやれよと、はいはいはい、なるほど、そして幸せに死なせてやるんじゃねえのかって思ったから、はい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 、もう薄い本で蜂女って言って、俺はお前はなんだっけ愛してると言って、達夫愛してるよって、それをやってあげないとね、はい、溶けるに溶けられないだろう、発音なの溶けるに溶けられないぞっていう、そのね、あ、面白い、もうね、なるほど、読んでる人もキャラクターも幸せじゃないように私書いてたんですよ、なるほど、びっくりした、だから、うん、なんだよって、もうなんか恥ずかしくて恋愛描写から逃げてんだなっていう。でもその時はでもそれがベストだと思ったんでしょ、ね、そうですね、いや時代もやっぱりあって、うんうん、時代もあると思う、今はもうそういうのが普通にドキドキで、ね、はいはいはい、やれるけど、昔はやっぱり恋愛っていうのをちょっとそんなに重要視しない、恋愛漫画だってそんなにね、うん、そうですね、うん、進まないのがやっぱり作法だった時代がありますよね。いや、島本さんの世代は特に大変だったと思います、ね、はい、だから大学に入るぐらいに70年代のものはダサいっていう空気が始まりますよね、はいはい、で「すずめパイレーツ」が来て、はい、で、まあ、マカロニほうれん草が来て、ちょっとなんつうかな、正面よりもずらすっていうポストマダンが始まるじゃないですか、うん、なんちゃってみたいにちょっとずらす、うん、であとは「巨人の星」をパロディにするの流行ったんですよね、父ちゃん俺は猛烈に感動してるってやつ、だから素直にそこで感動するっていうのはかっこ悪いことだっていうところからパロディ文化始まって、第一世代ですよね、それの。そうですね、いや、っていうか今考えてみたら、はい、ギャグをやったわけじゃなくて、俺たちは生き方ができないから、はいはいはい、こう生きるしかないんだって叫びだったんですよ、うん、はいはいはい、真面目にやってるけどギャグになっちゃう、うんうん、からかってたわけではない、私は。はい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 、はい、うん、うん、そんな感じだけど、でも文法だよね、一つの文法で、さっきの話になるんだけど、ちょっと戻していい、はい、もちろんです、どうぞ。で、はい、その昔は、はい、なぜその恋愛とかを、はい、そこが進めちゃいけないっていうのは、やっぱり明日のジョーの呪いがあるんですよ、はいはいはい、そうなんですか。好きなのよ、矢吹君、あなたが、うん、はい、びっくりした、うん、って言われた、マスコミに行ってみなっていう、うん、飛びついてくるぜみたいな、うんうんうん、もう茶化しちゃう、でパターン、うん、
矢吹城がね、そう、そうですね、もう取り合わないようにしながら、はいはい、リング、世界一の男が俺を待っている、はい、それが美しいと思っちゃった、はい、そうですね、そしたらもう我々はそういうものを書くしかないわけですよ、はい、もうね、それが美しい、だって感動しちゃったんだもん、はい、で最後にグローブをあげるのが愛、はいはい、なるほどあれですよね、沢田研二 の勝手に仕上がれのネタ振りしてる間に出て行ってくれるんですよ、あそうね、あれが70年代の男 の, 文あの、まあ、美学、美学、男の美学ですよね、美学ですよね、星飛雄馬もそうですね、皆さんを愛した以上は今後は女性を愛さないことを誓おう誓う誓うなぁいや梶原先生誓ってないのに、めちゃくちゃ梶原梶原イズムじゃないですか、だからすごいそうなんだって、梶原イズムを継ぐにも継げなくなっていく時代が始まっちゃうの、それがちょっと違うぞっていう空気になってきちゃう、そうするとパロディになっていくっていうね、しょうがなかったんだよね、うん、当時。なるほど。そうです。島本先生が一番影響を受けたのってやっぱその梶原先生なんですか。絵的な石の森先生なんですか。いや、おそらく私の年代は、はい、いろんなものに影響を受けて混ざっちゃってますよね。うん、だから最終回は梶原一騎先生の最終回が美しいと思ったし、そのアニメ版もそうだし、何でしょう、宇宙戦艦ヤマトの最終回も素晴らしいしみたいな、はい、そんないろんなものの考え、あと絵的にはうわー危険なことをまた言わせようとしてるね、いやー絶対なー自然とそうなる、そこもご自身でちょっと話してくださいね、精査していただいて、単純な興味として石本さんはどういうものに憧れてというか、まず私が小学校の頃は、はい、手塚治虫先生がトップでしたから、はいはい、頭の中で、うん、手塚先生が一番ちゃんとした美しい漫画をきちっと描いておられる、はいはいはい、それを継承していらっしゃるのが石ノ森先生、藤子先生であり、まあ、松本零士先生であり、はい、で違うところに千葉哲也先生がいらっしゃって、はいはいはい、明日のジョーからもうかっこいい漫画というものを作られた、かっこいい漫画を、そうそう、はい、かっこいい漫画ね、あの単に梶原先生だけだとちょっとあの喧嘩に疎い我々はついていけないところを、心優しい千葉先生が漫画にされることによって、はいはい、ついていけるものになってる、うん、ジョーは不良だから本当はやってることがちょっと一巻あたりついていけないんですよね、うん、ああ嫌だ嫌だみたいな、はいはい、それがこのシャイなナイーブな心情が入ってくるから、あの感情移入ができるようになってくるんですよね、うん、もう千葉先生の力でね、うん、でその2つ、梶原先生のストーリーテリングとその合体して素晴らしいものになってきますよね、はい、やっぱすごいな、美しいな、うん、というような、で私が炎の転校生描いた時に、はい、編集部から言われたのは、はい、君当時だからラブコメが流行ってきて、はい、みんなそっちに行く中で、うん、古い漫画大好きな編集部なんですよ、はい、編集者っていうのは、うん、あの漫画家と違って新しいことを考える仕事じゃないん で、ね、今までヒットしたもののメソッドで新しい、はい、あの新人を育てなきゃいけないっていう、はいはい、でも新人は新しいことをやりたいからぶつかるんですよね。そうですね。で編集者は私に、君は昔のその、ストーリー漫画の絵に近いから巨人の星を勉強しろって言われて、うん、炎の転校生なんて一発屋のアイドルと同じだからすぐダメになるぞって言われて、めちゃくちゃやな。それがすごく心に響いて、はい、あのずっと巨人の星分析を、はい、その後してたんですよ。もうだから森川ジョージさんと巨人の星の話をしてもちゃんと成り立ちますよ、私は。じゃあぜひやりましょうよ、梶原イズムとは何か。梶原今ね、あんまり話さないですよね、梶原先生の話しなくなりましたもんね、うん、最近の人は。もうごめん、話し始めるとキリなくなっちゃうんだけど。いや、いいですよ、ぜひお願いします。あの一例を挙げるとすれば、はい、必殺技って出されるじゃないですか、はいはい、で
梶原先生の出す必殺技は、はい、ぜあの出さなければこの世界で生きていくことはできないっていう主人公の涙の技なんですよ、うんうんうんほーだけど、ね、必殺技なんていうものに頼っていては本来いけないから、うん、その技を使うと体が壊れる仕組みになってるんですよ、うんうんうん、代償が大きいわけですね、うん、確かに命と引き換えだ そう、うん、でその代償と引き換えに出すっていうところに儚さがあって、うんうんうん、こればっかりで生きてってはいけないんだよっていう痴漢も最後破滅しちゃうんですよね、うんうん、でところがそれを知らない分からそこまで読み込んでないスポーツ漫画家は、うん、あの普通に必殺技出させちゃうんですよ、はいはい、引き換えなしで、はい、それはまあね、はい、それだと、はいはい、無敵じゃんってそうですねそういらっしゃいますねそういう漫画も、はいはい、で初めの一歩でデンプシーロールが体壊すってなった時に、はい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 、梶原あ梶原分かってんだやっぱりジョージ分かってるジョージさんすごいあそういうことだったんだあれあれでうわ必殺技は体を壊すっていうもう梶原同士の心のつながりがありましたよ、ねうん、なるほどね同じ父さんも、うん、すごいそういうことだと思いますよなるほど、ね、かなり体に負担かかりますもんねデンプシーはね、うん、それは知らないけどいや漫画の中では漫画の中ではね、うん、そういや負担がかかるっていう設定にしておかないと、うんね、あのまんまでは最初のデンプシーではそんなに負担かかんないんだけど、はいはいはい、あれを、ねね、途中で止めたりするとっていう、うん、完璧に近くするって、はい、完璧に近くすると負担がかかるっていうのはもう梶原一騎って感じですよね、うん、素晴らしいですよ ね、うん、いや全然読み方がやっぱ違いますね、違うね、もう単純になんかもう、うん、ただただもう面白く読んでただけだったんで、うん、それがただ読んでも面白いけどちゃんとメッセージがあるのがいいですよ、うん、好きなキャラとかいるんですか一方で好きなキャラは自分でこれ書いてみたいなとかってある、木村が好き木村こっちドラゴンフィッシュブロー今80巻まで読んで私のベストバウトは、はい、木村の試合と木村とマシバですねマシバじゃない、うん、マシバじゃないんだあちょっと待って、あのね、木村は自分のなんかベルトかけた戦いで、はいはい、あのよそ見をするという必殺技を考えた回、うん、それは青木青木ですごめんなさい青木だ青木村だから間違ったコンビだからね、はい、間違った青木ね青木のよそ見の、うん、大好きな話、はいうん、あれが素晴らしかった、うん、いや確かあれはもう読んで衝撃的でしたからあれはよくあんな男を、うん、パパイヤモノの戦いもいいんだけど最初のあのよそ見は素晴らしい、うん、それとあと最近じゃない80巻までだから最近じゃない最近ですよもう2000年ですそれの、はい、真柴対、はい、沢村ね、うん、あれもそうだったなあれはねあれを読んであまりにも感動して、うん、自分って反則使うやつ好きだったんだってちょっとね自分を発見した、ヒールは結構そうそうだからドカベンで、はい、何でしたっけ、犬飼小次郎だったっけ、はいはいはい、あの土佐丸高校が、はいはいはい、一番好きな理由が分かります土佐丸派なんですかそうすごい分かりますそれが不思議だったんだけどずるいことをしてくるラフプレイって好きなんだ俺って思った、うん、あのちょっと分かりますね、うんうん、だからライダーが好きみたいなああそうかもしれない、はいはいはい、だから反則をあるラウンドからその沢村対真柴反則やって沢村からやるじゃないですか、はい、でそれを真柴がどう返すかってワクワクしながら読んであれどっち勝つかマジで分かんないんで、うん、どっちも怖かったのね、うん、いやちょっとあの時間的にもうそうそう島本先生が島本先生があの、ね、今日ねこれから飛行機に飛び乗って帰んなきゃいけないんでこれに戻らなきゃいけないんで、はい、ただその要するに何を始めようかっていう話をしませんこれからつまりなぜ僕のところに電話してきたかって話を初めの一歩でなんでその話を出したのこれが気になる気になるもんね面白いすいませんこれがヤングサンデーなんですいません何でも答えてくれちゃうからんんでやってて、ね、だから、はい、その森川ジョージ先生みたいに、はい、ちゃんとした感動、はい、自分がウキウキして楽しい、はい、キャラクターも納得できるような話を書こうっていうのと、はいはい、あと
あの絵も勉強したから全く違う今年、2023年から全く違う島本和彦になっているはずだし、はい、あとね、最近ちょっとね、こう暗いニュースが多かった。そうですね、うん、はい、で、うん、去年とかも暗いニュースが多かったん で、ね、まあ、コロナも明けて明るくなっていかなきゃいけないなと思って、はい、そうですよ、はい、だ今年私もラジオやったりテレビ出たりするんだけど、ね、あの明るい、うん、オーラを、はい、大事です、伝えていきたい、大事大事、うん、はい、だからね十分伝わってきてます、今まではねジェラシー芸をね、あいつこの野郎ってそれもね結構ね山田さんと被るんだけど、売れてる漫画家を捕まえては、はい、あの野郎とか、はい、この野郎畜生とかいう感じだったんだけど、もうそれもやめて、やめてよ、はい、だからもう森川さん素晴らしいですから、そうですよ、もう相手が売れててもう用意書される必要がない人でも用意書する、はい、用意書しましょう、うん、してきますよ、気持ちがいいから、別に用意書しよう、いいものはいいって本心で言ってるだけです、はい、用意書じゃなくて、いや、あげてこ、うん、あげてこ、うん、はい、いいですね、それがですね、はい、必要なんじゃないかと、はい、なるほど、はい、いいですね、それでやっていこうと思ってるところでございます、はい、それで番組やるっていう話はああそうか、それで、はい、今年いろんなこと始めようと思って、ね、ラジオ3時間の生放送を、ね、引き受けたりとか、はいはい、そのまんべんもあったりなんだりしながら、めちゃくちゃ喋れるじゃないですか、そうです、すごいな、ああ、うん、で、去年山田さんからその YouTube の話が出て、この番組出てくれって話があったんですけど、はい、キャラ被るからってちょっと一緒にならない方がいいと思ってたんですけど、どういうコンプレックスなの、ね、うん、言ってましたね冒頭でね、しかもね頭いいのよ、なんかね、ヤングさんで見てるとね、やめてくださいよ、私ね岡田敏夫さんとか山田さんにはねかなわないなと思うの、あら俺ね頭そんなに良くないから、勢いだけだからなんだっけ、鬼滅の刃の一巻を読んでその後予測するっていうのを回を見て、あ、すげえなこの人と思った、おお、天才じゃないかって、天才、ありがとうございます、ちょっとね、え、そういうの一緒にやりましょうよ、いやもうね、はい、できないできない、無理無理、いやいや、やりたいな、勢いでやりましょうよ、もうねもうそういう、なんていうの、漫画をねちゃんとロジカルに考えることができないんで、自分の考える漫画だけで精一杯なんで、はい、気持ちよくするっていうキーワードだけで精一杯なんで、はい、やらそうだったんだけど、はい、私も、はい、頭悪いなりに発信をしていきたいなと思った、大賛成、はい、それで、はい、この番組を作っていらっしゃる山田玲司大先生にですね、何ですか、よいしょ、そう、YouTube のやり方を教えてくれと、はいはいはい、嬉しいな、そういうの教えてくんないか、はい、で、今日会ってくれるって言うから、うん、もう東京来てさ、レイジさんに YouTube のやり方をそう聞きに来たってことですか、あのね、私ねスタッフが一緒に来てレクチャーしてくれると思いきや、思いきや一人で来やがるんだよ教える気ないなって感じが、なんかね、何人で来ますかってねやったら一人で来ますってしこいつなんだかんだ言って教える気ないっていう放送さんダメじゃないですか、放送いつですかって言ったら、はいはい、今日収録あるって言うから、はいはい、収録というか生放送なんですけど、うん、行くしかねえじゃんみたいな、うわ最高、さすが、行動力素晴らしい、それが一番早いし、うん、だって山本さんだったら絶対何も別に考えなくても大丈夫ですよ、もうねこんなほら何にもプラスにならないこと言うし俺は今までここにスマホを置いて丸く光るライトにスマホはめてスイッチをピッて入れて喋って画像編集して自分の伝える店の映画紹介とか流してたけど、はい、なんか違うぞこれこれじゃ YouTube できねえぞ、はい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 、志望先生はテクニカルなこと聞きたからね、そうそうそう、心持ちとかそういうことじゃない、心持ちじゃないんだよ、心持ちじゃないですよね、出演してるやつなんかはどうでもいいんだよ何喋ればいいかなんか聞いてないんだよ、技術をね、そう、こういう経験必要で、俺以外のことをやるやつを欲しいんだよカメラ何台必要でとかそういうのがね、単純にね、やっぱ自分がね島本先生支えますっていう人が北海道の札幌にいたら
ダスマルにメール送ってくださいよ。連絡してください。お願いします。マジで いっぱいいると思う。いっぱいいると思う、うん、だからだってさ、そういうの聞いたらさ、はい、人雇った方がいいですよって言われる。そういうこと得意な人たくさんいるからって、はいはいはい、うん、はい、VTuber もやってみたくて、はいはい、自分の描いた絵でなんか変なことやるっていうの、はい、最高や。面白いじゃん、絶対面白い、うん、っていうのやると思うんだけど別に本人さえいや、うん、まあ突っ込まんと、もうこんな親父見てても誰も喜ばないわけだから、こういう絵がね、こう、まあ、声は私が出しますけども、そういうのいけるんじゃないかと思って、はい、ただやれるやつがいないんで、はいはい、あれだよ、私と一緒に仕事したいから技術ないけどこれから思いますってやつはダメ。もうダメだよ、ダメだよ、もう技術あり余ってる。もういくらでも売るほどあるぜって、いくらでもやるんだけど、うん、だけど喋、れないからできないみたいな、もう宝の持ち腐れって人が来て、いや頼むよ。いると思いますけどね、札幌とかなら。札幌のみんな、はい、連絡してね、はい、はい、なんかやる気ないね、全然ね。何言うんだよ。いや俺行きますよ、だから札幌協力しますよ。札幌行く、はい、行く、すごいすごいすごい、それは嬉しいけど、うん、この人よりもこっちのこっちの人来てほしいよ。じゃあ連れて行きます、連れて行きます。みんな連れて行きます、はい、はいはいはい、まあ、給料出すよ、給料出すよ、給料出してくれるよ、もちろん給料、そう、まあ、ただでは使わないけど、うん、たまに絵が下に見えるときに、いや、だからおいお前ら、うん、ごめん、はい、すいません。まあ、この番組見ながらさ、はい、たくさんスタッフ雇ってんなと思って雇えんだなと思った。でもここに来るまでが、はい、おそらく、はいはい、厳しい2年間ぐらいあるんだろうなと思って。そうですね、大変でした、ね、もう大変な2年間を、はい、なるだけ短時間で過ごした。でも僕も岡田さんがやってくれたおかげでやりやすかったんですよ、入りやすかったんです、はい、だから僕らも全力で協力させていただきます、はい、本当に先輩が、はい、私ね、こういうことをやる時だけみんな盛り上がってくれるけど、はいはい、自分で何か始めたら、はい、意外と、はい、ちょやめましょうよそういうの。大丈夫ですよ。自分がなんかメインになるとそんなにこう、そんなことないですよ。絶対面白いですね。人のためには頑張れるんだけど。島田先生は生放送みたいなことをやろうとしてるか、それとも収録してなんかちゃんと編集、YouTuber 的な、全然わからない。そう、分からないけど、どちらでもか、ドラマチックなこと、みんなね、ドラマチック、ドラマチックなこともやりたいなと思って、はい、ドラマチックっていうのは要するに、うん、編集、漫画の描き方教えるぜっていうタイトルで、はい、編集者との、打ち合わせの仕方って言って、ほう、実際の編集の人に出てもらって、はい、これやってて、笑えよおいみたいな、編集ブーバッテン、編集を脅してはいけませんとかね、そういうようなめちゃ見たいですね。めちゃくちゃ見たい。席を蹴るなとか、やば、上映中を脅すかみたいな、そ う, そういう実践、ま、役に立たない漫画の描き方とかね、はぁ、やりたいですね。絶対盛り上がりますね、うん、なんかもう月一こっち来てここで収録すればいいんや。ほう、それもね、いいですよ、いいね、はい、もし収録して、はい、データだけ、はい、ありがとうありがとうって持って帰って、うんうんうん、自分のところで発信して、全然それで、もう編集とかはもう、いや、むしろここから発信もできますんで、あ、当たった、はい、やりましょう、やりましょう、あ、スタッフさんもやりましょうと言ってますよ、はい、もうスタジオ借りなくて済んだ、一瞬こう手塚先生に見えたんですね。いや、また兄弟チャンネル増えたよ、ね、そう、それは嬉しいですね。スタッフ募集意味なかったじゃん。いやいろんなやり方をされない。いや、でもいずれね、一、はい、回ちょっと試しにやってみて、うん、まあ3ヶ月ぐらいやってみて、それでまあ札幌でなんかそういう人見つかったらそっちでまたやるとかでもまあいい、ね、全然いいと思います。その方が手間もないですね、うん、あんまりハードル高めずに、はい、とりあえずやってみた方がいいですよ、ね、いいですね、うん、みんな見たいと思う。途中で飽きちゃうかもしれない。いい人だね。ありがとう。何言ってんの先輩。本当に何言ってんの。いい人だ。感情の起伏。友情が生まれた。本当にありがたい。生まれたよ。こちらこそですよ。はい、いやいやいや。ね。うん、さて、はい、たくさんのね、あとね、僕がちょっとやってもらいたいなと思うのが、うん、やっぱり島本先生に漫画を教わりたい人いると思うんですよね。いると思う。だからちょっとダメですか、そういうのは。いや、ちょっと教えるのは楽しいし。俺流のやつを。いくらでもできるんですけど、
今更俺の漫画の描き方を教わりたいやつはいない。断言しないでくださいよ。もう言うと思うけどな。もう心意気しか伝わらないし。心意気欲しい。石ノ森章太郎の漫画の描き方みたいな。うん。新しいかもしれないですよ今。あの俺の漫画はいかに面白いかの説明だけだったっていう、はい、石ノ森章太郎の漫画の描き方。そうなんですか。ああ、そう。そうそうそう。あの人の。その話もしたいですね。あの、うん、石森先生の書いてた漫画の描き方と、はい、手塚先生の漫画の描き方違いますからね。違いますね。ね、どう違うかさ、これね2時間いけるのよ。ちょっと何それ2時間いっちゃって。2時間で終わんないやつかな。欲しいな。1個1個突っ込んでその2時間いただきたい。そうで俺はね、あともう一つね、島本さんとね、はい、やりたいのがあってね、うん、あのもうそろそろ人の漫画の話をね、はい、そのちょっと褒めるモードもできるかなと思って。はい、なのでお前のここがいいよっていう。そういう漫画評論やりません。うんうん、いいね。いいじゃないですか。うん、そしたら新人の漫画家で今売れてるっつってもう我々ジェラシー封じ込めたフェーズに入りますから。もうね。素直に売れてる、ま、若手とかにもお前ここいいよねっていうのはあのね、ありかなと思います。漫画家ってみんな売れてても、はい、売れてなくても、はい、同じこれで。あの1年が潰れていくわけだから、はいはい、あのここに札束が何もない人もこんだけ札束ある人もこれをやって1年が潰れていくから、はい、あの売れてて羨ましいと思ってそいつに会うでしょ。ボロッボロの服着てヘロヘロの顔してだいたいそうです。あどうもみたいな感じでかわいそう。そうなんお前ちょっと遊びに行け、はい、欲しいもの買え、はい、すごいすごいあります。本当にそうです。会うと今までの売れやがってがヒューンと消えてて、かわい売れてかわいそ そう、ね、売れてない方が遊びに行けるっていうね。本当にそうなるんだよね。ありますね。それは売れっ子見てるんで分かります、ね。もう漫画家みんなかわいそうなんだわ。大変よ。もうみんな頑張ってね。なあ、はい。だから、はい、売れてる人を慰める。そういうのやりましょう。うん、そういうのやりましょうよ。はい、そんな感じでちょっとじゃワクワク してきたところで、はい、有料に行かなきゃいけないので。はい、そうですね。はい。今後もちょっとちょいちょいヤンさんの方で、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ウィンウィンでいきましょう。ウィンウィンで、はい、協力していきます。はい、じゃあ奥野さん、はい、有料の方に、じゃあファミリーそうですね、ちょっと今日やる予定だったことがいくつかあるんですけど、 M さんの話この後やります。 M さん、はい、M さんについて M は言わないのね。あの大変なことが起こりますんで、この後起こります。はい、起こりますか。それなんで、あのちょっといけますか。あの、はい、この後ちょっと限定放送になりますんで、ヤンさんファミリーで来週はだからどうすんの。だから今日やれなかったことをやりたいと思うので、わかりました。マチスカイは来月になりますんで、すいません、よろしくお願いします。ということで後半に M 行きます。 M のレコンキスタ行こう。はい、ちょっともうちょっとお付き合い、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ後半に行きます。スタルビスタッペー